てあるの？この板の左から3番目のドアをノックしなさい。左から3番目ね。あ、でもドアはこれ一つしかないわよ。それにこの板あるドアは右よ。ええ、そうです。もともと門は3つあったんですがね、2つまで壊しちゃったもんですから、これが左から3番目の門なんですよ。こんなもんで驚いちゃいけません。ごめんください。どなたかいらっしゃいませんか？どなた？いらっしゃいお嬢さん。おや、チクタック、何か持ってるんだろう？あれ、手ぶら？あたしはお前に頼んだものがあったはずだよ。お嬢さん、ラングディア城へ何のご用？あなたがラングディア姫でいらっしゃいますの？ま、失礼な。お姫様がこんなところから顔を出すと思い？そうよね。ごめんなさい。わかればよろしいのよ。それで？ラングディア姫様にお目にかかれますでしょうか？お姫様、ラングディア姫、お客様でございますよ。ねえ、ちょっと変わってる雰囲気ね、あの召使さん。こんなもんで驚いちゃいけません。どこの誰じゃ？はい、カンサスのドロシーでございます。まあ、なんと妙ちきりんな名前だこと。まあよい、中へ通ってよいぞ。ラングディア姫のおなり。わらわがラングディアじゃ。カンサスのドロシーと申されるようじゃが、してそのカンサスというのはどちらの王家じゃ？王家だなんて。あ？カンサスは王家じゃなくて広い荒野よ。私はそこの農家の娘よ。そのような身分の者がのこのこと。チクタ、なぜこのようなものをここに連れてきたのじゃ。私はおやめになるよう申し上げたのですが、このドロシーさんがどうしても申し上げたいことがあるとかで。黙れ黙れ。申し上げたいこと？さようで。なんじゃ、申してみよ。あなたはお姫様でしょ？この美しい私を見てまだわからぬか。いかにも私は姫じゃ。そんな分かりきったことを言うためにやってきたのか。そなたは。いえ、そんなことじゃないわ。あなたはこのチックタックに帽子を盗んでくるよ。ちょっと、こちらっしゃ。私ほどではないにしてもかなり魅力的ね。それは認めてあげる。私とあなたがどちらが美しくて魅力的か、そんな話をしてるんじゃないわ。他人の帽子を盗んでくるように命令するなんて、お姫様のすることじゃないでしょ。そんなことはおやめなさい。
なたを傷つけるつもりなんてなかったのよ。ねえ、元気を出して。おだまり、おだまり。そんなくだらないおしゃべりでこの私をイライラさせないでおくれ。この気まぐれの気取り屋のおちびさん、私は今お客を迎える準備で忙しいんだよ。お前なんかをここに入れたのが間違いだった。この無礼者たちめが牢屋へでも入っておしまい。私はお客の準備で忙しい。お前たちの始末はその後じゃ。気の毒だとは思うが。私たちをどうするつもりなの、ラングディア姫。かわいそうに。かわいそうに。かわいそうと思うなら、こんなことしなきゃいいのに。それがラングディア姫の恐ろしいところで。絶望的。オズマ姫がやってくるっていうのに、新しい帽子もないし、どうしたらいいのよ私。ああ。の帽子が欲しかったのに、あいつらめ。どうです、大変な気まぐれお姫様でしょ。でも気が変わればここから出してくれるんじゃないかしら。それは無理ですね。だってラングディア姫は気まぐれなんでしょ。それはそうなんですけどね、これがどうも厄介でして。どんな風に。それがその気まぐれが並外れてましてね、またいつ優しい気分になるかどうか全く見当がつかないんです。へえ、じゃあ私たちの運命はラングディア姫の気分次第ってわけ。うん、そういうことですね。諦めが足りませんね。ジタバタしても無駄ってもんですよ。え？私何もしてないわ。でも今音がしましたですよ。この地下室には私とドロシーさん以外には誰もいませんし、変ですね。果たしてどこからこの音が。なんだネズミさんか。なんだはないでしょ。ところでお二人、こんなところで何をしてるんです。何をって、ラングディア姫に閉じ込められちゃったんですよ。体が大きいと不便ですね。あたしなんかちょっとした穴があればスイスイスイですよ。そうね、エメラルドの都でもそうだったわ。ん？もしかしてそういうあなたはドロシーさんじゃありませんか。そうですけど、なんで私の名前をご存知なの。いやどうも、あのエメラルド騒動の時には私のいとこがお手伝いをさせていただきまして、あれから私たちネズミ族はオズの国でも鼻が高いですよ。モンビから私たちを救ってくれた勇敢なネズミさんはあなたの親戚だったの。ええ。
あの時は本当に助かったわ。ありがとうございました。とんでもない。私たちの方こそエメラルドの都を救うのに協力できて光栄でした。あのね、ドロシーさん。何？こちらのネズミさんとお知り合いなんでしたらどうでしょうね。相談に乗ってもらうっていうのは。でも。私に何か？あれがオズマ姫の一行だわ。じゃあお願いね。はい。ドロシーさん、やっぱり変ですよ。やっぱり怖いわ。ちょっとひげを離してくれよ。ドロシーさんが大変なんです。ドロシーさんか、懐かしい名前だ。今初めて会った頃の夢を見てたんだ。ダメですよ、起きてください。ドロシーさんが閉じ込められちゃったんですよ。今何か言ったかい？閉じ込められちゃったんです、ドロシーさんが。閉じ込められた？ドロシーさんが？どっかにドロシーさんがいるのかい？そうです。会いたいな、ドロシーさんに。そんなのんきなことを言ってる場合じゃないんです。ラングディア姫に捕まっちゃってるんですから。今そのお城の地下室で助けを待ってるんです。ラングディア姫？誰だか知らないけど、ドロシーさんを閉じ込めてるんだな。ドロシーさんにもしものことがあったら大変だ。どうしよう。で、君はそのなんとかっていう城へ行く道知ってるのかい？はい、ご案内します。私にご相談とはどんなことですか？ねえ、この帽子似合うかしら？とってもお似合いになるわ。よかった。ラングディア姫、あなたは帽子が似合うかどうかを尋ねるために私たちを呼んだの？やだ、そんなことないわよ。そうそう、エブの王子様をノームの国から連れ戻してもらえないかと思って皆さんに来てもらったの。もう私お姫様やってるの嫌になっちゃったの。ああ、その気持ちはよくわかります。
エメラルドの都を治めていた時は私もとっても退屈でした。ところでエブの王子様はどうしてノームの国にいるんですか？まあよくぞお尋ねくださいましたわ、オズマ姫。この城の主のエブ王の一家はとても幸せな方たちでした。それがある日。どうしたんですか？そのある日でございますね。あまり幸せそうなこのエブのご一家を妬んだ者がおりました。それがあの地底のノーム王なのね。そう、その通りでございます。ノーム王はこともあろうに可愛い盛りの王子様をさらっていったのでございます。残されたエブの方々は悲しみのあまり病の床に疲れそのまま。それ以来召使いだった私がお留守を守ってきたのでございます。どうぞオズの支配者のオズマ姫様、エブの王子様をお救いください。あの、何とかしてあげてくださいオズマ姫。こんな悲しい話私初めて。お姫様ぜひ。そうですね、何とかして差し上げたいとは思いますが、私はオズの姫としてエメラルドの都へ帰らねばなりません。そうですよね、おと、いやオズマ姫は今お忙しいところですからね。私たちで何とかできればいいんだが、ライオン君もいないしな。ああ、こういう時ドロシーさんがいてくれたら何とかなるんですけどね。ドロシー、どなたかお客様がいらしてるようね。お客さんが帰ったら私たちも終わりでしょうかね。あの勇敢なネズミの親戚とかいう方が間に合ってくれるといいんですけどね。ええ、あの娘ドロシーとか言ってたかしら。でも今頃はカンサスでのんびり暮らしてるんだろうしね、ドロシーさんは。ライオンさん。そういう君はカカシ君。はい。お隣はキコリ君。ここで何をしてるんです？私たちは今ラングディア姫のお話を聞いていたところですが。お話？そうよ。エブの国の王子様を探し出してくれるように頼んでたの。君がここのお姫様かい？私たちの大事なドロシーさんを地下室に閉じ込めておいて、よくも抜け抜けとそんなことが言えるな。ドロシーさんが地下室にいるって？あたし、そんなこと知らないわ。嘘つけ。あのライオンさん、あなたらしくもなくひどく怒っていますが、落ち着いて事情を説明してくれませんか？ラングディア姫がドロシーさんを捕まえて地下室に閉じ込めたって聞いたんで助けに来たんだ。私知らないって言ってるでしょ。よーし、そんなら地下室へ行ってみよう。そうすればすぐに分かることだ。ネズミ君、連れて行ってくれないか？はいはい。よし、私たちも行こう。お待ちなさい。ど、ん？ライオンさんの言っていることは本当よ。でも私嘘つきなんかじゃないわ。それはおかしいですね。ドロシーさんを地下室に閉じ込めていないなんて、あれは嘘じゃないんですか？きっと駒使いがしたことでしょ。私は知らないわ。はい。私その時の気分で姫にもなるし駒使いにもなるもんだから分かんなくって。だって私分かんないんだもん。だから早く本当のエブ王子を連れてきて。しかしひどい気まぐれですね。やっぱり王子様を早く探し出してラングディア姫と交代させる必要がありそうね。オズマ様、あの私とカカシ君とライオン君とそれにドロシーさんでエブの王子様を探しにノームの国に参ります。わかりました。私はエメラルドの城へ戻ってあなた方の帰りを待ちましょう。そしたらうちのチックタックも連れてってちょうどいいの。
誰です？それはロボットよ。きっと何かの役には立つわよ。そうと決まれば早いところ地下室のドロシーさんを迎えに行きましょう。おお。またまたお会いしましたね、ドロシーさん。その声は、はい、私ですよ。タカシさん、やっぱりライオンさんもバルさんもみんなで助けに来てくれたのね。ドロシーさん、私ドロシー、私とっても嬉しいの。だって大好きなお友達とまた旅ができるんですもの。でもこんなのって初めて。私たちの前に広がっているのは不毛の大砂漠。次回、砂漠の旅、お楽しみにね。